じゃあね、アミノ酸の構造ね、ぜひね一緒に書きながら、しっかり見ていきましょう。アミノ酸っていうのは、まず真ん中に炭素を書いて、で下に H を書いて、でこっちには NH2、 これをねアミノ基って言われます。でこっちには COOH、 これはカルボキ式って言われます。でここにはね、実はアミノ酸の種類によっていろんな、もの構造が入ります。いろんな構造全部書くわけにはいかないから、まあ、R って略して書いちゃいます。こんな風にアミノ酸の、種類によって、変わってる。こっから、この、こっから下は、一部例外除いて、全てのこの R 以外は、一部例外除いたら、全てのアミノ酸が同じ、全く同じ構造してるんですね。でこのアミノ酸の種類によってコロコロ姿を変えてるこの R っていう部分を即鎖って言います。これがアミノ酸の構造です。でアミノ酸の、とっても大事な性質の一つは、違うアミノ酸とくっつけるってことで、結合できるってことです。ちょっと2個目のアミノ酸回、2個目のアミノ酸書いてみると、みんなもね、自分で書けるようになりましょうね。真ん中に C、H。アミノ基。カルボキ式で、まあ即鎖。これね、2つのアミノ酸を結合してみます。これ結合した姿書いてくださいなんて入試問題もよく出てるから、結合できるようにしておきましょう。2つのアミノ酸を結合します。こんな風に2つ並べて書いて、でね、アミノ酸同士の結合って、脱水縮合、つまり、水が抜けてつながる方式の結合なんで、水をね、水が抜けるように、2人アミノ酸並べて水をねくくってみます。 H2O をくくります。水が、抜けてつながります。こっちの即鎖 R1、 こっちの即鎖 R2 にしようか。こっちはね全然関わってないからね。ここ水が抜けてつながります。これがこれ、これがこれね。こんな風にね、2つのアミノ酸がつながることができました。この脱水縮合してね、水が抜けてつながったこの、2人がお手手をつないでるところ、ここね、テプチド結合っていう結合って言います。テプチド結合で、これ長くずらーっとつながっていきます。何個でも、だってここにまたカルボキ式があるから、3つ目のアミノ酸がここに来たら3つ目のアミノ酸のアミノ基とつながれるし、ね、どん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 つながっていきます。そして、このだから長くアミノ酸、つながったら C がある側と N がある側があるんですよ。今回もさ、アミノ基の側とカルボキ式の側があるじゃないですか。これも左右対称じゃないじゃないですか。だからヘビみたいに頭と尾っぽがあるんですね。でこっちのアミノ基がある方を N マッパー、カルボキ式がある方を C マッタンって言います。これ
あ、ごめん、ここ今回ここ書いてなかったけど、もちろんさっき水が抜けてるからね。水が抜けて、ペプチド結合ができたからね。この抜けた水、たまに聞かれることがありますからね。2つのアミノ酸がくっついたら、この構造物プラス、あと水が、ね、生じてるから気をつけてください。だから、これが、僕が考えたアミノ酸っていうキャラクターね。ここに C があるでしょ。で、ここに H があるね。アミノキー、カルボキシキー、即酸。どっかで見たことあるような。これアミノ酸っていうキャラクター、アミノ酸と名付けました。アミノ酸は、カルボキシキとアミノキでつながることができます。お手手をつなげます。で、この、お手手つないでるところが、ペプチド結合で、水が抜けますよ、ね、脱水縮合だからお手手をつなぐと水が抜けます。何人でもつながれます。ほら、また3人目の、アミノキとカルボキシキがこんな風に、ね、手をつなげます。また水が抜けてきますよ。水が抜けてペプチド結合が形成されていきます。で、これ長くつながることができます。だけどやっぱりこれいくら長くつながってもアミノ酸が長くつながってもやっぱり、片っぽの末端はアミノ基があるから N 末端、片っぽの末端はカルボキシ基があるからC 末端、ね、何十個、何百個、大体、50個とか100個以上の、アミノ酸の鎖を、タンパク質って俺たち言ってるけど、長くつながってもどっちかは、C 末端、どっちかが N 末端で、方向性が、あります。タンパク質こんな風に、ね、アミノ酸、自分で書けるようになりましょう。このキャラクターは冗談 ね覚えなくていいです。